アバンシアは、ホンダが製造、販売している自動車である。初代は4ドアクラブデッキと称した、ステーションワゴンとして1999年に発売された。2003年で一度生産、販売を終了していたが、2016年に中国向けに開発されたクロスオーバー SUV として復活。二代目が登場した。 北米仕様アコードをもとに開発された国内戦売車種で外観やコンセプトはかつてのアコードエアロデッキを彷彿とさせるものである。このスタイリングはアーチキャビンフォルムと呼ばれ車種においてもステーションワゴンとは呼ばず4ドアクラブデッキと呼んでいた。またこの独特なスタイルはオペルシグナムに影響を与えたと言われている。全席をウォークスルートし、 隣席や鉱石とのアクセスを容易にする一方、鉱石用に B ピラーに専用の送風口や天井のボックスが装備された。さらにはメーカーオプションの G パッケージを選択するとリア座面格納式センターテーブルアンドリアシートスライドと同時に角度が変化するシートバックアンドリアプライバシーガラスなどの装備が備わり鉱石主体のリムジンライクなパッケージとなっていた。 モノボリューム風ワゴンボディによる広い室内を実用ではなく高級に振ったコンセプトは発表当時斬新だった。全く新しい高級車像を作り上げるべく開発されたが見た目からは高級感がわかりづらいこともあった。さらに 4WD 仕様は大型化された前後バンパーオーバーフェンダー、車高が上げられたサスペンション、体型タイヤ、ルーフレール等を装備して クロスオーバー SUV のような外観とし、エンブレムも 4WD を強調する、エヴァンシア4となっていた。エンジンは、オデッセイに搭載されていた、直列4気筒2.3リットルビテックと、V 型6気筒3.0リットルビテックとで、FF と 4WD がラインナップされた。このデザインとアイハック、ゲート式インパネシフト、5速 AT の搭載など、 ホンダ初の技術が搭載されていた。これらは後に登場するホンダ車にも搭載されていった。製造は埼玉製作所で行われた。同時にシリーズ全体にリアシートに読書等を追加。なお、ヌーベルバーグ以外の FF モデルにも同様のアンダースカートが装着され、空力性能が向上している。CM 曲はショッキングブルー、ヴィーナス。 2015年の上海モーターショーで世界初出品されたコンセプトリーを源流とし、それを市販向けにアレンジした大型クロスオーバー SUV にアバンシアの名が当てがわれて2016年の北京モーターショーでお披露目、同年11月より販売を開始した。同社はクロスツアーの後継者種としての役割を担うと同時に後期ホンダギ車のラインナップの頂点に位置づけられる。 エンジンは、ステップアゴンやシビックで、採用済みの1.5リットルターボに加え、メーカー自身が、スポーツターボと呼ぶ、新規開発の2.0リットルターボの2種を用意し、前車には CVT を、後車には急速 AT を組み合わせ、さらに後車には、オード仕様も設定される。安全装備に抜かりはなく、ABS、エアバッグ等はもちろん、各エンジンのトップグレードには、 安全運転支援システム、ホンダセンシングまでも採用する。初代。ありがとうございます。